はい、フルートの部屋です。今日はね、今年1年買ってよかったものベスト5の発表をやりたいと思います。まあ恒例ですけどね、今年もね、結構買わない買わないと思いながら、結構買ってしまいましたね、楽器。でベスト5って言いましたけど、今年新たに買ったと言えるのは、まあ、5つなので、だ結局ね、まあ、買ったもの全てを、まあ、総ざらいするっていうことですね。じゃあ早速発表していきましょう。今年買ってよかったものの、第5位ですね。第5位はじゃんとね、エアロフォンプロですね。これは、まあ、あのヤマハのねYDS150 を売って、そのお金で買ったものですね。 YDS150 にさよならして、こちらを買い直したと言ってもいいかな。YDS150 に関してはね、まあ、いろいろあの動画アップしてますんでね、はい、まあこちらの方できたら見てください。まあ先ほども言いました通り、あの新たに買ったものは5つなのでね、まあ第5位イコール、まあ、最下位なわけですよ。なぜ最下位第5位なのかと言いますと、結局ねこいつのね機能をほとんど使いこなせてない、というか使う気がない、いいんですかね。じゃあね第4位を発表して、その第4位との比較で話を進めた方が、いいと思います。第4位はじゃん、ソプラノサックスですね。結局ねやっぱりこの生楽器をやってると、この電子楽器ね、エアロフォンがね、味気ないんですよね。だからどうしてもねこのエアロフォンを使うことっていうのが、ないですね。この生楽器をやってると、エアロフォンを使うってことはまずなくなりますね。だから、エアロフォンかこの生のサックスか悩んでる方がいらっしゃったら、もう迷わずねこの生楽器を買った方がいいです。生サックスをもう全然、もう全然違いますから、このなんていうかな、やっぱり生楽器はいいですよね。一度この生楽器の味を占めてしまったら、このねこの電子楽器エアロフォンはね、物足りないです。まあそう、まあ、そう言ってしまったらこれやってる方に申し訳ないんですけど、で結局ねこれをなぜ未だに持ってるかっていうと、生サックスをやるための下準備として、まあ、練習と用としてこれを持ってる。これもこの配列がもう全くこの生楽器と同じなんでね、サックスの生サックスの練習用としては、いいとは思う。だから結局この練習用、指の練習用としてだけ、使ってる感じね。だからこいつが持ってる、ね、いろんな音色を出せる、変幻自在の音色を、出せる機能はね全然使ってないです。そういう意味でね僕にとっては、最下位の第5位ということになりますね。もったいないけどね、だったらこの安いモデルでもいいじゃないかっていうことになるわけですよね。生サックスの大きさ、大きさに近いものという意味ではエアロフォンプロ、が一番いいということかな。で第4位のこのソプラノサックスなんですけど、これはね、プレイテックの製品で、まあ、3万円ぐらいなんですよ。でもね、まあ、こいつの、まあ、動画でも紹介しましたけどね、これね、まあ、この値段、この値段にしてはね本当にコスパ最高ですね。コスパ最高ですよ。まあこのフィンガリングもね、このキーの特に問題ない。ただ、やっぱりね、
4大メーカーのものと比べるとこの木、実際見比べたことはないからわかんないんだけど、このどうもね、この開きが大きすぎるような気がするな。だからかなり疲れる指が、ような気がするんだけど、音に関してはね、まあ、初心者のうちは多分、まあ、ほとんどがこのマウスピース、まあ、つけてないけどマウスピースに依存するんで、ほとんどの場合、まあ、特に初心者は、まあ、ほとんどこの音色っていうのはマウスピースに依存しますからね、この楽器本体の差っていうのは初心者はこのいいやつもし買ったとしてもね、まあ音色の違いは多分出ないと思う。でもこのさっき言ったこのフィンガリングね、この操作のやりやすさに関しては、まあ、間違いなく、メーカー品の方が、いいんでしょうね、だと思いますよ、だから最初はこの安いやつで十分だというふうに言うつもりはないですね。やっぱりお金に余裕があったら4大メーカーヤマハとかね、柳沢とか、を買った方が絶対いいはずです、でも繰り返しますけど音色はね多分変わんない。いいやつ買ってもこのプレテック買っても、だから問題はこの使いやすさ、指の動かしやすさ、やっぱりこの指がねこう疲れてこのやっぱりこの辺の操作する感触がね、やっぱりいいやつの方が長続きすると思うし、楽しく、練習もできると思うんで、かといってねこれがそんな悪いってことは多分ないと思いますよ、じゃあね、今年買ってよかったもの第3位は、なんとこのピアノのペダル、先日動画でお話ししたばっかりのピアノのペダル、ね、これがなんとこのソプラノサックスを、なんとソプラノサックスの上に来たということですね。今ね僕このピアノに、ハマってるからっていうのがありますよね、でこれを買ってからねピアノがより一層楽しくなった。もっと早く買うべきだったんですよこれ、ね、まあこれに関してはね先日アップした動画を見ていただければ、と思います。じゃあ今年買ってよかったもの第2位ですねはここにあるトランペット、ヤマハの 850S っていうモデルですね。今までねずっと、安いモデルで我慢していたんですけど、やっとねカスタム品の一番安いモデルなんですけど、これもね、この比較動画やってますんで、見てほしいんですが、カスタム品とそれ以下のものの違いはこのねこのベルが1枚取りってやつなんですよ。安いやつはね2枚この貼り付けてあるんだけど、これは1枚でこのベルを叩き出してるっていうか、成形してるらしいんですよね、そこが大きな違い。まあ嫌がらせをいただきましてね、猫に拒んだという、嫌がらせの、まあ嫌がらせのコメントをいただきましたけど、まあまあそれは、好きにおっしゃっていただいて結構ですけど、僕自身はね、大きな違いを感じてますからね、であとねこのアンブシュアもね、こうリラックスしてあまり力まずに吹けるようになってきたんで、トランペットね頑張って続けてきてよかったなと思いますね。これまでねいろんな方に
コメントいただいて、勇気の出るコメントもいっぱいいただきまして、本当に感謝してますね。いろんな方に支えていただきましたね。この YouTube を通してよかったな、本当にね、独学ですよね。だから独学って言ってもね、このコメントをいただける方に、支えていただいたおかげです、改めてね、お礼を申し上げたいと思いますが、というわけで今年買ってよかったもの栄えある第1位はこれですね。これですね。レスポールモデル、グラスルーツっていうね、無名っていうこともないけどね、格安品ですよ。格安品。これね、定価が、4万円しないのかな、を、ネットで中古1万5千円ですよ。1万5千円なんだけど、めちゃめちゃいい。作りもいいし、この、なんていうかな、もっと早くね、このレスポール買えばよかったなと思って、この間、こいつの動画で話した通りね、僕はね、ギブソンの、ご本家ギブソンのカスタムショップの、ね、アメリカまで買いに行って100万ぐらいで買ったことがあるんですよ、過去数十年前に、でもそれはほとんどね、引かずに、売っちゃったんですけど、それはね58年製のリーシューモデルだったんですよ。だからこのネックがね太くて、それもあってね、すごく引きづらいなと思って引かなくなって売っちゃったんですよね。でもこれはね、59年モデルのモデル59年モデルの偽物なんですけどね、このネックがね細くてすっごく引きやすくて、このでショートネックなんでね、このレスポールはだからこのテンションが甘めなんで、このチョーキングもねもうやりやすくてね、いいですね。昔買ったそのリーシューモデルのトラウマがあったんで、ずっとこのレスポールモデル避けてたんだけど、このネックが細いタイプのやつはすごく引きやすい。これはコスパを考えて、コスパとあとこの引きやすさを考慮しての第1位かな、今年買ったもので本当に、迷わず第一位ですね、これね。またギター熱が再発、来年あたりしそうな予感がします、というわけでね、いかがだったでしょうか。僕が今年買ったもの、買ってよかったものベスト5、ベスト5といってもね5つしかないんですけどね、といっても5つ、結構買いましたよね。でもね、来年はどうなりますかね。来年もよろしくお付き合いいただければと思います。